はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はこちら柏に来ておりまして、僕もね、大好きみんな YouTuber 来ております。さくらさん訪れております。さくらさんといえばですね、先日このご両親様が今お店を見られているえびせ屋さんという南房総の方でね、ラーメンいただきましたけれども、本日はこちらさくらさんの方でこのチャーシュー麺いただいていこうと思います。もちろん通常の量ではなくてですね、麺が8玉と、とんでもないデカ盛りとなっております。本日もですね、このラーメン伸びてしまうといけませんので、早速出来たてをいただきたいと思います。パンパンでスープをいきましょう。まずはね、やっぱりね、このスープですよ。うまいんだこれが。あー、うまい。もうこの醤油の香りと肉だし、たまらん。麺もいきたいんですけれども、上ね、具材いっぱいですんで、麺取れるようにこのチャーシューいっちゃいますか。やわらかさくらさんではですね、このチャーシュー持ち帰りの販売もしておりまして、今日はもう事前に撮影始める前から2本ね、予約しております。それぐらい美味しいんですけど、今日ちょっと量が多いので様子見ながらご飯頼もうと思うんですけど、皆様はね、ぜひ白ご飯とか頼んでいただいて一緒に食べていただくと、これたまんないです。そろそろ伸びる前に、この茹でたての麺ですね、これがうまいんだ。うまいな。このスープでね、黒く染まった麺にしっかりと油ですとか、このスープの味が染み込んでるんですよ。ちなみに今日のメニューに関しては6キロということで、とんでもないサイズですよね。おそらくこのすり鉢が13号と言われるようなサイズでして、デカ盛りのね、お店さんでも大体あるのは12号とか11号とか、それぐらいなんですよ。特大サイズ最高だね。いやね、僕のこの撮影のお店選びをするときって、大食いの方ですとか他の YouTuber さんがこぞって集まってる期間はできるだけ避けるんですよ。というのもやっぱり撮影お願いしますと、こういう時間で、お店の方にね、ご迷惑をかかってしまったりとか、営業にもね、混雑が出る恐れがあると思いますので、できる限り皆さんとこう期間を話しながらもこの撮影するお店を選びたいなと思ってるので、直近ね、このさくらさんにいろんな方が来たじゃないですか。だから本当はずっと行きたかった、ずっと食べたかったんですけど、ずっと我慢してまして、念願のこの一杯なんでね、今最高に幸せです。体にしみる。あー、うまいな。そしたらね、今回この一杯たくさん具材いただいてまして、刻み玉ねぎ、にんにく、生姜で、チャーシューやネギ、背脂、メンマ、そして海苔といただいております。そろそろこの具材たちも絡めていかないとってところなので、
筋肉でも会えますか。一発パンチ力をね。うまっ。合うなー。チャーシューの油がねスープに浸ってますので、そこにニンニク、背脂ニンニク、これは間違いない。贅沢にこの海苔もいきますか。うん、それ合うよ。うまいわ。あ、背脂うまっ。甘みますとまたうまいな。すごいね。結構吸ってますけど麺が減らないですね。むしろこうスープを吸ってくれて増えてるぐらいですね。ちなみにですね、今日のこの作っていただいたデカ盛りに関しましては、大食いのね YouTuber さんが来た時によくやっているという麺量でいうと8玉分の特製ラーメンを作っていただいております。で、こちらのさくなさんの麺量でいうと1玉 170g ですので、通常のチンタンラーメン屋さんに比べると若干麺量が多い形となっております。ですのでね、皆様がお店に来る際にはもちろんご飯物とかも美味しいですし、大盛りもね頼みたくなるところではあると思いますが、ご自身のねお腹と相談しながら無理ない程度に食べていただければと思います。でもこれ8玉茹でてもらったけどもう3玉もないな。やばい。普通に白ご飯もらっていいですか。デカ盛り作っていただいたのにいろいろと追加して苦しくなったらどうしようと思ったからライス我慢したんですけど、スルスルいっちゃってですね、もうご飯頼みました。これはね我慢できないわ。うまい。これニンニクもいいけど生姜うまいな。ニンニク生姜はマストかもな。ありがとうございます。すごい、本当だ、もうない、なくなっちゃいます。早すごい。ちょっとこの辺りでずっと我慢しておりましたこのライスですね。
これがうまいのよね。うまっ、うまっ、米うまっ、米合うな。もちろんスープの味にも合ってますし、麺にも合ってるし、それ以外にこのチャーシューだったりネギ、玉ねぎと、もう全部の具材がですね、この米と合う。これ、ね、一品一品がおかずになってるんですよ。これはね、たまんないです。うまっ。すき焼きを試さないとなくなっちゃう。続いてこちらですね、トッピング販売しておりますこのすき焼きということで、このタレと生卵、そしてネギが入った一品ですね。そしたらこの辺りでこちらですね、すき焼きを使って、うん、うまい。これね、そのまんまでももちろんこれ美味しいんですけど、個人的にこの卓上のね、唐辛子をかけたいわけですよ。うん、めっちゃうまい。最高ですね。うん、うまっ。これうまいね。うん、そしてだからこれでひとまず今回作っていただいた麺は終わりかな。で今回ね、麺なくなるまでなんで海苔を取ったかと言いますと、このやっぱスープよ。スープに浸しつつ、これでですね、ライスに巻くと。これもまたね、ラーメンでは味わえないアレンジというかね。うん、うまい。うん、うまかった。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちら僕の念願の佐久間さん2度目の来店ということで、前回はですね、並盛りであったりとか大盛り、通常ね提供しているメニューを何種類かいただいたんですけども、今回はこの特製のすり鉢を使った特大なデカ盛りいただきましたけど、やっぱり美味しいです。今日のね撮影日に関しましては土曜日ということで、お客様もいっぱいいらっしゃいまして、ちょうどね営業のラストお邪魔するというお話だったんですけれども、3時になってもですね、本当にたくさんのお客様がいらっしゃってまして、すでにこの柏の地では大人気店となっております。もともとですね、南房総の方で、生まれ育った店主さんがですね、恵比寿屋という、ご自身のお店で竹岡式ラーメンをやりつつ、そこから再度ですね、この柏の地に移転をし、竹岡式ラーメンをベースにさらに進化させたね、また別の美味しいラーメンとなっております。でこの一杯はこの柏だけしか食べれませんので、気になる方はですね、ぜひこのラーメン絶対に食べてください。もちろんラーメン以外にもチャーハンであったりとか、ご飯ものですね、あとはライスオブ竹岡という特製のね丼なんかもありますので、そういったものもご賞味ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。